ロシアのプーチン大統領によるウクライナへの派兵命令を受けて、在日ウクライナ人らがロシア大使館周辺で抗議デモを行いました。東京港区のロシア大使館前では、在日ウクライナ人の方たちが大きな声で抗議の意思を示しています。抗議デモには日本に住むウクライナ人およそ20人が参加しました。ウクライナだけではあのバカでかい国に立ち向かうことは難しいです。日本、ヨーロッパ諸国、アメリカ、経済制裁を願います。それ以外の手段はない。世界の民主主義を信じる国々がプーチンを止めなければもう体制になります。世界体制になります。参加者らはウクライナ国歌を歌って団結力を示す一方で、プーチン大統領を名指しで非難しました。週末には人の集まる渋谷で抗議集会を開くとしています。